くのにも少し離した。さあどうするか、左手を上げた新井がその町野を使う。町野の奥だ、シュート決まった。先制はギラマンツ北九州、6番の岡村和也、フリーキックからこのこぼれ球胸でトラップして右足振り抜いて、ギラマンツ北九州今日も先制点を挙げました。前半の12分です。鮮やかな胸トラップからの右足、1対0。